スープーマリオメーカー。今回はポッキーさんが作られたコースその2ですね。いや、第2回目か。ポッキーさんのコースを2回目プレイしていきたいと思います。ハロウィン大行列、ゾンビ大行列。こちらはですね、YouTube の動画の方でコースを紹介されているのをさらっと見ましてですね、あ、このコース面白そうだと。あとクリア率も低いんでね、はい、トライしていきたいと思います。ID がこちらとなっております。遊ぶ。結構難しそうな感じですね。うん。で、最初は初見だとここ死ぬんだよね。そうおっしゃられてたわ。これは初見殺しらしい。で、最初ここから入ります。ここら辺ちょっと見ちゃったんで分かっちゃってるんですけどね。で、追ってくるんですよね。強制横スクで。うっ!危ねえ、今死んだと思った。ひぃ!ここだ。ケイ、いいね。下か上か、どっちだ。おお、うっ、やばいか。うっ、ここに降りれば大丈夫だ。ポン、危ねえ。あの、左にバネがあるんですよね。あー、そっか、やばい。うお、Pスイッチ踏んで間に合ったけど、神回避か。あー、あった、神か、神か、神がいたー。よく粘った。やばい、死んだ。気抜くと死亡するな、これ。お、集中していこう。いろいろちょっと分かっちゃってるとこがあって申し訳ないんですけど。お、キノコあんだ。取ろう。おあ、やばい、危ねえ。おつ。これ、倒せる?倒せない。生きてる。死んだと思った。危ない。危ない。死んだ。当たったか。これは上から行った方がいいな。キノコがあることが分かった。確実に入ります。集中していこう。これ倒しとけば OK。ノコノコだったらさ、ノコノコの甲羅だ、あ、やばい、当たっちゃったか。クッパ倒せるんじゃないかなって思ったんだけど、無理かな。出てくる。OK。はい。あんじゃ、キノコ。にゃー!しまった。結構そこら中にキノコ置いてくれてんな、これ。優しいぞ。キノコうまいこと取って。キノコうまいこと取って、勝利していこう。ここで一個出てくる。うわ!しまった。これだろ?いやー!また同じミスした。いやー!やらかした。先キノコ取るべきだな。割とこれ、うわー!喋りたいことを喋らせてくれ。割とこれ暗記ゲーなとこがありますね。覚えていこう。ここで一旦止まって。よいしょ。危ねえ。ね、クッパ来る。泳がしとく。避難してもいいように。なんかね、そうそうそう、クリボーが出てきて、敵が出てくる仕様なんだよね、これはね。これだっけ?これが P スイッチだっけ?やべ!やべやべやべ!落ち着いて、素直に。うぅ!当たった!一気にいっちゃう。キノコは?あった!ありがとう!おぉねー!出た!掘られた時の声。ブロスが落ちてくるとか聞いてねえ。わーお!ほぉほぉ!これでっかいと当たるよな。ちっちゃいと当たんなかったんですけどね。しょうがない。これはしょうがない。一気に駆け抜ける。ここは確かスクロール止まるんじゃなかったっけ?あ、やっぱそうですね。どうするんだったっけな?ヨッシーが死ぬんだよな。そう、ヨッシーが死んで、ヨッシーがゾンビとかして追っかけてくるんだとか言ってたな、確か。で、確かここが孔明だったよね。で、これも孔明だったよね。そうそう、キノコはこっちにあるんだ。そうだそうだ。で、これ取っちゃうと、取れなくなるんだ。ううかわせねえわ。こりゃかわせねえわ。でももうゴールすぐそこなんですよ。危ねえ。あのキノコ取れれば、もうゴール確定したようなもんだから。ここで一旦止まって、これ持ってく。
先行気味圧。キノコ泳がす先行気味圧。いいよ。はい。あ、やべ。出しちゃった。はい。ここ落ち着いて下。オッケー。こう。で、ここかわ、あー、かわせなかった。一気に来まーす。キノコ。あー、キノコが取れなかった。まずい。これがブロス。これを冷静にかわす。これもかわす。これもかわす。あー、ここはいいのか。ここはテレサエリアなんで。そうそう、これハロウィン。ハロウィンだよね。そうだよ、ハロウィンだよ。渋谷の今年のハロウィンは、どれほど盛り上がるんだろうか。このキノコを取って、多分ね、これでもうこのキノコ取っちゃえばクリアできる。被弾なしでいきたい。よいしょ。オッケー。キノコがあれば簡単にクリアできるって言ってましたね。うん。ほんとだ。被弾しないように言ったけど、キノコあれば一回被弾できるから、簡単にここはクリアできますね。よーし、クリアできたー。ちょっと動画で知っちゃってたから、あれですけど。終わる。クリア率低いコースにしては結構早く終われたような気がしますね。ギミック分かってたとしても、難易度は結構高いはずなんで。じゃあ、時間余っちゃったんで、新着行く？また。新着やろっか。コースを探す。新着コース。ん？新着コース。新着だからどれやってもあれなんだよな。あ、でもこれは、クリア率 0% ですね。16人プレイされてて。遊んでみましょうか。EDLC07、真空。おぉ、トゥン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 。待って、よし。待って。よしを確実に、オッケー。よいしょ。あれや、いや。激しい。うわオッケー。うわあ、危ねえ。なんだ、なんか乗ってんだ。なんかいるぞ。な、結構いるんだな、まだ。もう、処理済んだのかと思ったけど、全然まだいたわ。待て。こいつらを呼び寄せて、ぐるっと回って、まだ上にもいんのか。まだ上にもいんのか。ここだ！うわ、食らった！前！よーし、入った！勝ったか？最初から？ふざけんな。まだやらせんのか。あ、違う！第二コースになった。まだ、じゃあいいんだ。これは抜けていけってことか。いや、やばい、囲まれる。処理できねえ。こいつに乗んなきゃいけないんだよな。あ。戻れるんだ。これでリセットできるのか。どうしたもんかね。下が開いてるね。あ、あれしたから、爆発したから。ここは結構アンチ。アンチじゃなかった！鬼畜だった！なんだこれ、超むずいぞ。このコースクソ難しかった。最初処理地獄級に難しいのに、どうすればいいんだ？レッティウ。はまった。積み、やり直しまーす。これは無理だ。やっぱ最初処理しないとダメか。最初ヨッシー乗らないで。おは。くれ乗り物をくれ。この状態でファイヤー取れないから。乗れた。待って、ファイヤーじゃないとダメなんだよな。え、くそ。この辺って食べないかな？無理かな？飲み込んじゃうんだな。うわぁ、こりゃ無理だな。やり直す。処理しないとダメだな。これ一旦上に行くか、これね。早くも食らう。
ファイヤーくれ。よし。くっそ。ファイヤーくれねえ。無敵状態利用して上。一番上に位置して、無理やりファイヤーボールで倒していく。どこにいる？よし。このジュゲムさんを倒す。このブロスさんを倒す。下行こう。あ、なんか行けそうな気するけど。実はファイヤーボール強かった。待ってね、下来ちゃまずいんじゃね？上上上。うわぁ！一旦退避。ブロスが強い。量が多い。お前も倒す。なんだかんだここまで来たな。これは倒せないのか。お、来た。だいぶ処理できたと思うんだけど、まだいるのか。このコース相当、またなんか両、世界の新着漁ってた両コース見つけちゃった的なノリになってるな。よし。いけた。やっぱ処理優先か？よし、とりあえずスルーで乗って、でも処理もクソも上の方多いな。待ってね。これどうするべき？あれ処理できないからな。あ、出てきてくれない。あ、出てきてくれた。やった。こいつ処理できねえからな。よし、また持って帰った。とりあえず下で行ってみるか。いや、下無理だな。降りれるか。オッケー。緊急回避。でもみんな呼び寄せちゃったよ。ヨッシーで駆け抜ける。抜けさせて。抜けさせて。抜けさせて。お願い。うわ、やっぱ抜けてもダメだったか。いやー、きつい、きつい。いやー、くっそ。やっぱ上から行かないとダメか。でも処理きついな。処理ができないからな、そもそも。困りましたね、これは。はよ、出てきて。よーく見切って。あれが出てきてくれない、乗り物が。ここにいるからか。待って。それ俺が乗りたい。わっほー、乗れた。けど、ダメだった。ああ、ええ。今だ。よし、上がれた。ああ、やばいやばい。あ、降りてきてくれた。今だ。処理。うわあ、立ちまった。ああ、無理やり。オッケーオッケーオッケー、いいよ。数を減らす。ほっ、おお、なんかめっちゃ吹っ飛んできた。やばいやばい。一回被弾オッケー。やばいやばい。やばいやばい。死ぬ死ぬ。あぶねえ。これで二回被弾できない。ああ、ダメだ。高さが、高度が足りなかった。よし。これを乗る。これに乗る。よし。このジュゲームを、冷静に処理する。数多いな。重なってんのか、お前。うわー、処理させてくれない。押す。やめよう。仕事しすぎ。よし、いいよ。これを確実に処理。よし。数を減らす。さあ、こっからですね。ちょっと上目で、ブロスを倒して、ブロスを倒して、ここ無敵なんだな。上ってファ、あれが関係ないらしい、どうやら。いけるらしい。よし。いいこと知った。最初から敵倒、処理しなくてもいけるんじゃねえか。ヨッシーにも乗りつつ、これにも乗り、下じゃダメなんだろう。みんなを下に呼び寄せてからスタートだな。
とりあえず当たらないようにぐるっと回ってきて、ぐるっと回ってきて、これはもうしょうがないから一周して、で必殺ここか、ここか、やっぱり上なのか、強え、上上強え、てかクッパ様何人いるのこれ一回被弾覚悟で入る、やったゴールだ、やったー結局攻略じゃなくて上飛んでただけだったな両コース見つけた。でもこれ通常クリアした方はすごいと思う。これどうやれば通常クリアなのかわかんないけど、この方のお手本プレイみたいな、ちょっとわかんなかったわ。無理やりクリアするような形になっちゃいましたが、両コース発見できましたね。イエーイ、このコースの初クリアもらいましたでっていう、では今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。